和の音をお聞きくださりありがとうございます声優の本田真理子です私は、えー、芥川龍之介さんのみかん小川美名さんの虐げられた天才中原忠也さんの朝の歌与佐野明子さんの静浦高村光太郎さんの金、宮沢賢治さんの陽臨 こちらを読ませていただきましたすごいたくさんの作品あの読ませていただいたんですけれども文学作品をこうして撮らせていただくっていうのは初めてだったのでめちゃくちゃ <laughs> 緊張しましたやっぱりこう代表的な作家さんたちの,あの大事な言葉なのでだかこう間違えてはいけないしあと意味合いとかも,もう、ね あのやっぱり人によって感じ方も変わると思うのでどこまで表現したらいいんだろうという感じで自分でいろいろ調べてみたりあと読み方も、えー、と調べてみたりといろいろですねネットを駆使してあの読み進めていったんですけれどもあのすごく感じたのが言葉が面白いなとあの思いました。 今の言葉じゃなくてちょっと昔のこうねもちろん作家さんたちの文章が昔の作品なんであの昔の言葉じゃないですかそれがあの例えばなんですけどあの芥川龍之介さんだとあの今回の「みかん」という作品で「暗いプラットフォーム」って出てくるんですけど「今」っていうあの伸ばし棒を使っていないんですよね。プラッと でちっちゃい「お」大きいお「お」に「む」でプラットフォームになっていてああと思って時代をすごく感じましたあーこの時代は伸ばし棒の発音が多分その日本にはまだなかったというか浸透していなかったというかってことなんだろうなと思ったりとか今と同じ言葉だけどちょっとだけ送り仮名が違っていたりとか こういろんな作品至るところでなんだろうなその今とは違う言葉の使い回し使い方っていうのを感じることができて改めてあこの時代の作家さんが書いた文章なんだなっていうあの時代そしてなんだろうちょっとタイムスリップしたみたいなそんな時代背景だったり言葉の節々から そういう世界世界観であったりとかも感じましたねはい何だろう改めてこうして文学作品、えー、読ませていただいて「和の音」という企画に参加させていただけてはいいあありがありががたたたかっですとうございました <laughs>、えー、最後にですね「あの和の音」ではこれからもさまざまな文学作品をね、あのー、出していく予定ですのでぜひ皆さん聞いてみてください 本田真理子でした。